これより会議を開きます。内閣提出重要経済安保情報の保護および活用に関する法律案および経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際お諮りいたします。両案審査のため本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官小柳誠二君ほか18名の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。本庄聡君。立憲民主党の本庄聡です。中1日で3回目の質疑となりましたけれども、本日もよろしくお願いいたします。前回の経済安保推進法案のときは、小林大臣と4回質疑をいたしました。まだまだ論点あると思いますので、よろしくお願いします。まず前回の質疑の続きから入りたいと思います。トップシークレット、シークレット級の重要経済安保情報、あるいは重要経済基盤保護情報と、政府が保有する秘密文書の関係ということです。またお手元資料配布をいたしておりますが、1ページ目、この重要経済安保情報と特定秘密の比較関係ということで、マトリックスがありますが、この箱の右上の箱についての話だということであります。資料の2ページをご覧をいただきたいと思います。これは前回4月3日の内閣委員会における関連の答弁を整理をしたものでございます。私のこのトップシークレットやシークレット級の重要経済安保情報あるいは重要経済基盤保護情報で特定秘密に該当しないものについて高市大臣が想定されないというふうにおっしゃっている理由ということでお尋ねをしたものであります。大臣からは以前の答弁の紹介がありまして、実際にあるまたは今後直ちに想定されるということはない。でその理由としては、経済官庁が経済安全保障上重要と考えている情報の保有の現状に照らして内閣官房において検討した結果、そのような情報が実際にあるまたは今後直ちに想定されるということはないという判断に至った、こういう説明が改めてありました。これを踏まえて、経産省の政府参考人にお伺いをしたところ、経産省からは今後の国会審議や法案成立後に策定される運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえて明らかになっていくという答弁がありまして、存在することを頭から否定をされている大臣と、今後の精査次第だという経産省の答弁に、私は食い違いがあるんではないかと、こういう指摘をさせていただきました。そこで大臣にお伺いしたいと思いますが、4月3日の本委員会における大臣、そして準備室長のご答弁と経産省の答弁は明らかに不一致であると、政府としての統一の見解をお示しをいただきたいと思います。高市大臣。まず内閣官房におきましては、本法案の検討過程におきまして、特定秘密および極秘については、トップシークレットおよびシークレット相当とし、非についてはコンフィデンシャル相当と整理して、政府部内の秘密文書の保有状況を把握するために各省と意見交換を行ってまいりました。そうした意見交換の中で、内閣官房と経済産業省の間では、経済産業省が令和4年に保有する非の文書は64件である一方、極秘の文書は0件であり、その実績に基づき、今後見通した場合、経済産業省において、重要経済基盤保護情報であって、トップシークレットおよびシークレットに相当するものは、直ちに想定されないと、この認識を共有いたしました。その認識のもとで、私から、漏洩した場合に、我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある重要経済基盤保護情報であって、
特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある、または今後直ちに想定されることはないと、政府としてそういう判断に至ったという答弁を申し上げました。一方、経済産業省の政府参考人による答弁は、極秘文書を保有していないということを前提に、あくまでも現在保有する非文書に関して、本法案に基づき、今後、精査が必要であると、それが重要経済基盤保護情報、あるいは重要経済安保情報に該当するか否かということについて、精査も必要であるという一般論を述べたものだと、理解をいたしております。ちょっと経済産業省の方、呼んでいただいているんでしたら、改めてお尋ねいただければ大変助かりますが、私の見解は同じでございます。本庄聡君。私、今の大臣のご答弁で一点理解できない部分があるんですね。お配りしている配布資料の2ページ、もう一回見ていただきたいんですが、括弧1の3人目の答弁、飯田政府参考人のご答弁ですね。失礼しました。その下ですね、括弧に現在の公文書管理ルールとの関係というところで、飯田政府参考人は、トップシークレットやシークレット、コンフィデンシャルといった区分との関係については整理を行っていないと、こうおっしゃってるんですね。今の行政文書、極秘文書である文書、それから非の文書と、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルとの関係については、整理してないという答弁されてるんですね。前回これを書き出しているのはその部分なんです。で、飯田室長がおっしゃったのは、国際的にはトップシークレットとシークレットが極秘に相当し、そしてコンフィデンシャルが非に相当すると、こういう答弁はありました。ただ国内の文書管理は必ずしもそういう整理はできてないというのがここに書いてある飯田室長の答弁なんですね。そこで経済産業省に確認をしたいと思います。経済産業省、今保有されている極秘文書は0件、そして非文書が何件でしたっけ、ありましたよね。この非文書はすべて今議論となっているコンフィデンシャルに相当するものであると、その中にシークレットやトップシークレットは混じっていない、この確認はされているという理解でよろしいですか、いかがですか。猪狩経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長。お答えいたします。本法案の検討過程におきまして、内閣官房との間で特定秘密および極秘についてはトップシークレットおよびシークレット相当と、非についてはコンフィデンシャル相当との理解のもとで意見交換を行ってまいりました。その際には、当省が保有する非文書はすべてコンフィデンシャル級であるとの認識のもので、認識のもとで議論を行っております。本庄聡君。質問に正確に答えていただきたいんですが、理解というね、その非文書がコンフィデンシャルだという前提で話をしてきましたということと、現実に非文書がコンフィデンシャルのみであって、シークレットは含まれていないということも確認をして議論をされているのか、これまた別問だと思うんですね。いかがですか、経産省。確認されて、理解をして議論をしたということですか。猪狩管理部長。お答えいたします。経済産業省といたしましては、内閣官房との間で、先ほどの当初が保有する非文書はすべてコンフィデンシャル級であるとの認識のもとで確認を行いまして、検証を行っております、本庄聡君。ではその上で、もう一度確認しますが、現在、経済産業省が保有をしている、秘密文書、今は非文書しかないということですが、その中には、今回の法案でいうところの重要経済安保情報、あるいは重要経済基盤保護情報に該当するものであって、特定秘密には該当しないもの、これは高市大臣は想定されないとおっしゃっていますが、経済産業省、保有はないということでよろしいですか。猪狩管理部長。
お答えいたします。令和4年度末におきまして、経済産業省が保有しております合計文書がゼロ件であることを考えますれば、経済産業省においてトップシークレットおよびシークレットに相当する重要経済安保情報であって、特定秘密保護法における別表に該当しない文書を保有していることは想定しておらず、現時点で該当するものはないと認識しております。はい、本庄聡君。はい、わかりました。では同じ質問を内閣府にもしたいと思います。内閣府は極秘文書も保有をされているということでありますが、今申し上げた重要経済安保情報であって、そしてコンフィデンシャル以上、つまりトップシークレットやシークレット級のものであって、特定秘密ではないもの、これは内閣府は保有していない、こういうことでよろしいですか。矢作大臣官房審議官。お答えいたします。内閣府は現在保有している秘密情報のうち、本法案における重要経済基盤保護情報、あるいは重要経済安保情報に該当しうるものがあるかについては、あるか否かについては、今後策定される運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえなければ確定的なことを申し上げることは困難でございますけれども、現時点では該当するものはないと認識しております。本庄聡君。はい、そうするとまたちょっと次の疑問が浮かんでくるんですね。主要な経済官庁である経済産業省、内閣府、いずれも重要経済安保情報に該当する、極秘文書、これは今の段階ではありませんということなんですね。でそうすると、大臣が想定されませんということは、整合性が取れてきたと思います。でも他方で、じゃあなんで特定秘密の運用見直しをしなきゃいけないのかという疑問が湧いてくるんですね。これだけ存在しないとおっしゃってるのに、なぜ特定秘密の運用基準を見直して、もう一回探そうということになっているのか。特定秘密の方であれば想定がされるという何か根拠があるのか、その点について教えてください。飯田準備室長。お答えをいたします。この法案を提案している際にも申し上げていることですけれども、安全保障の分野がですね、経済技術へとますます拡大する中で、私ども厳しい安全保障環境の中で対応しなければいけないこの経済安全保障の政策、今後ますます重要になってくるというふうに考えております。そうしたことの中で、私どもが考えております特定秘密保護法の別表の中にですね、経済安全保障に関連したトップシークレット、シークレットが今後の国際協力も含めてどういう形で関係してくるのか、そしてその一部については特定秘密保護法では従前考慮してないわけですけれども、民間との連携も含めてどのようなことを考えたらいいのかということを考えますと、政府部内の経済安全保障担当部局、それから民間事業者にとってもですね、別表の中に経済安保がどのように位置づけられているかということを明確にする必要があるかということでございまして、そのために運用基準について補足すべき部分があるか、追記すべき部分があるかを含めまして精査をさせていただいて、その上で必要があれば見直しをしたいということで申し上げているところでございます。本庄聡君。経産省も内閣府も、経済安保情報、重要経済安保情報に相当するような、極秘文書は存在しない、今の段階ですね、こういうふうに言ってるわけですよね。そうすると、おそらく現時点では、特定秘密、運用基準見直しても、そこに引っかかってくるのはないんじゃないかと、想定するのがまず普通だというふうに思うんですが、なぜ特定秘密については存在しうると想定して、そしてそれ以外については想定しないと、できないというふうに、はっきりと今、区分けがなされているのか、私、よく理解できないんですね。岡政府参考人が4月2日の山岸委員とのですね、質疑の中で、こういう答弁しています。2ページのお配りしている資料、一番下ですが、
この運用基準の見直しが実際に必要かどうかについて、新法の運用基準において、新法の秘密の具体像が明らかになってから結論を得ると、まあ、こういう答弁をしているので、これからじゃないんですか、その見直しによって、新たな特定秘密が出てくるかどうか、基準も含めて、だ今の段階で、特定秘密以外のトップシークレットはない、でも特定秘密に引っかかるトップシークレットはあるかもしれないという、そういう結論になっていることが、私、ちょっと早とちりすぎるというか、前のめりすぎるんじゃないかと思うんですが、飯田参考人、いかがですか。飯田準備室長。お答えいたします。私ども非常に厳しい国際環境の中にございますし、それからまた経済安全保障の関連で言いますと、特定秘密保護法の別表の中にもすでに貨物の輸出入の制限ですとか、あるいはサイバー攻撃の防止ですとか、さまざま経済安保に関する事項で、それが掲げられている事項もあるわけでございますけれども、今後の国際状況の進展の中で、どのような形で外部からの行為が行われ、それが我が国のですね、インフラあるいはサプライチェーンにどういう形で影響を及ぼすことになるのかということについて、一定の想定を置かなければいけないのではないかというふうに考えておりまして、そういったことをサプライチェーンやインフラのリスクの点検をしながら、今後、特定秘密保護法の運用基準の見直しにつながりうるものがあるかどうかも含めてですね、政府部内で検討をさせていただきたいというふうに考えております。本庄聡君。答えていただいておりませんが、お配りした1ページのマトリックスの右上の箱、ここについて経産省、内閣府も現時点では保有してないと、文章ですね、こういうふうに言っている、これからあるかもしれないということで、さまざまな検討が必要だ、これは私は分かるんですね。なぜこの箱に入っている情報が特定秘密で読めるものであって、特定秘密で読めないものは想定されないという線引きが今の段階でなぜできているのかが私、いまだに理解ができないんですね。特定秘密の法律の下、その運用基準で読める、重要経済安保情報、基盤情報もあれば、読めないものも出てくる可能性だって、私はあるというふうに思いますし、論理的に考えればそうじゃないかと思います。おそらく平行線だと思いますので、答弁は求めません。時間も限られておりますので、次のテーマに行きたいと思いますが、適正評価に関する個人情報の目的外利用の禁止についてであります。本法ですね、第16条第1項なんですが、この間の委員会の質疑でも、適合事業者が従業員に対して、個人情報の目的外利用をさせないという議論はさまざまありました。ただ、私、あまり議論されてないなと思うのは、この1項の方ですね、つまり内閣総理大臣や行政機関の長による適正評価、これに関する個人情報の目的外利用についてなんですが、これ、なぜ罰則がないのか、政府参考にお答えください。飯田準備室長。お答えをいたします。目的外利用の禁止の規定の実効性を担保するための方策として、各行政機関が適合事業者と締結をいたします秘密保持契約において、事業者側の義務として本規定の違反があった場合には、契約を解消することがあり得ることを明確にすることを想定しております。また、はい。失礼いたしました。行政機関の職員が評価対象者の適正評価の結果や適正評価に同意しなかったこと、適正評価にあたって収集した個人情報を重要経済安保情報の保護以外の目的で利用した場合には、本法案16条第1項に違反する違法な行為を行ったと評価することになります。この場合には、まず職務上の義務に違反した場合として、これは懲戒処分になりうるというふうにまず考えられます。
さらにその目的利益外利用の一環としてですね、個人情報を故意に漏洩した場合には、国家公務員法100条の守秘義務に違反する行為として、同法109条12号により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられると考えられます。また、適正評価にあたって収集した個人情報には、個人情報保護法に基づく規律も及ぶため、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、個人情報ファイルを正当が理由がないのに提供した場合には、先ほど申し上げたよりも重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になりうると考えております。いずれにしろ適正評価において収集した個人情報を目的外利用したり漏洩したりすることがないよう厳格に管理することは当然のことでございまして、内閣府および各行政機関において必要な保護措置を講じることを徹底してまいりたいと考えております。本庄聡君。はい、ここの部分については罰則がないことで実効性がないという批判がありまして、多くの方が心配をされている部分の一つだというふうに思いますが、今の参考人のお話であれば、法律そのものには罰則がないものの、国家公務員法あるいは個人情報保護法の罰則規定を適用することによって、一定の抑止力が効くんだと、こういうふうに私理解しましたが、それでよろしいですか、大臣。高市大臣。今、政府参考人が申し上げた通りでございます。本庄聡君。はい、わかりました。それでは次のテーマ移りたいと思います。重要経済安保情報に指定された民間提供情報についてまず確認をした上で、独法の話に行きたいと思うんですが、お配りしている資料の3ページご覧をいただきたいと思います。これ、政府の資料ですね。政府から重要経済安保情報の提供を受ける B 社、C 社、これは契約を結んで受けるということです。で、ここに書かれている A 社というのは、逆に政府に対して情報を提供する社と、オリジナル、情報のオリジナルを持っている社ということであります。で、ここについては、今回、法の網は当然かからないわけですね。政府保有ではないし、そもそもこの A 社の情報ですから。ところが、この A 社から直接情報を入手した D 社、これもある意味第三者なんですが、ここには網かからないんですね、今回の法律の。で、他方で政府から直接もらってしまった B 社と C 社は、これは法律の網がかかって、罰則もかかってくると。こうなるとですね、どこの社も A 社から直接もらいたいって話になってくるわけですが、是非は分かります。網の書き方難しいのは分かりますが、この部分がこの法律の情報漏洩に対する規制の一つの穴になっているということについて、大臣はどのように考えますか。高市大臣。今お示しいただいた資料は、法案概要資料を、使っていただいたものだと思いますが、この資料は指定の効果が及ぶ範囲を、イメージしていただくことに焦点を当てて、民間企業、資料の中の A 社、が提供した情報が、そのまま重要経済安保情報に指定されたという、ある意味極端な場合をモデルとして示したものであることを、はご理解いただきたいと思います。で、こうした民間企業が保有する情報に関しては、もう有識者会議の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティクリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティクリアランス制度の検討の射程からは外れると、されておりました。で、政府としましても、今ご審議いただいている、本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や、外為法による保護管理を含めて、別途検討していくべき課題だと考えております。本庄聡君。ここまで網かけると、際限なく網が広がって、逆にこの法律の副作用の方が大きくなってしまうということは、私も理解をいたします。問題は次の話と関わりますが、この A 社が独法だとか、国立研究開発法人だったときに何が起きるかということなんですね。
まあ、そこで、質問していきたいと思います。まず今のこの法案ではですね、独立行政法人や国立研究開発法人、あるいはその保有情報というものは、まあ、一義的には対象外、適合事業者にならない限りは対象外というふうになっていて、まあ、当然にこの法人の役職員にも適正評価は求められていません。まあ、その理由について政府は、まあ、独立行政法人というものは自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけであるから、本法案の行政機関には含めていないんだ、まあ、したがって独立行政法人が保有する情報は民間事業者が保有する情報と同様の位置づけと、こういう答弁がこの国会でもなされています。ただこれ公的な機関、そして立場、そして職務、情報ともいえる独法や研究開発法人の機微な情報が本当に民間が保有する情報と同じ位置づけでいいのかどうかですね。私はここはよくよく検討が必要な部分ではないかと思います。そこで、私は3つの観点から確認したいと思いますが、まず総務省ですね、独立行政法人はその多くがですね、各法人の設置法の中にみなし公務員の規定が置かれています。あるいは役職員に守秘義務も課されています。その理由について教えてください。武藤官房政策立案総括審議官。お答えいたします。ご指摘いただいた独立行政法人の役職員に対します、刑法その他の罰則の適用についてのいわゆるみなし公務員規定、また秘密保持義務規定については業務の性質等に応じて、個別の法人設置法において規定されているところでございます。でその上で一般論として申し上げれば、いわゆるみなし公務員規定、こちらについては、役職員の職務の内容が、公務に準ずる公益性や公共性を有しており、公正な業務執行のため必要がある場合に、また、秘密保持義務規定につきましては、業務の公共性の高さのほか、他の研究機関等の研究や発明の内容、また営利企業の営業上の秘密等に接する機会等を踏まえまして、必要がある場合ということなどにおきまして、それぞれ個別の法人設置法において規定されているものでございます。本庄聡君。その通りだと思いますね。公務に準ずる公益性、公共性、やっぱり民間企業とは私違うというふうに我が国の法律においても位置づけられている存在だと思うんですね。でもう一点、政府参考人にお伺いしますが、独立行政法人は公文書管理法の対象ともなっていると思います。行政機関に準じて公文書の適正な管理を行うこととされているわけですが、独法にも公文書管理法が適用されるその理由について教えてください。笹川総合政策推進室室長。お答え申し上げます。独立行政法人に公文書管理法が適用されている理由ということでございます。独立行政法人は行政機関と同様に公的性格の強い業務を行っております。その諸活動を現在および将来の国民に説明する責務があるということが公文書管理法を独法に適用している理由でございます。本庄聡君。公文書管理法に基づくガイドライン、まあ、これも参考にするようにとなってますよね。このガイドラインには秘密文書や非文書の規定も書かれているということであります。まあ、今総務省と内閣府から聞いただけでもですね、まあ、いかに独立法人の組織あるいは職員が公務員に準ずるような立場であるか、公共性や公益性を有しているかということが分かったと思いますが、そこで大臣にお伺いしますけれども、まあ、今回、独立行政法人、あるいはその役職員というのは法案の対象外になっていますが、ここをですね、きちっと法案の対象にしていかなければ、一つの大きな穴になってしまうんじゃないかと、まあ、私は思いますけれども、どのように考えますか。高市大臣。本法案は、まあ、あくまで、まあ、国がですね、保有する、まあ、情報、
を対象にしたものでございます。ただ、委員のご指摘のとおり、独立行政法人、特に国立研究開発法人が行っている研究の中には非常に重要な、経済安全保障上も重要なものも含まれております。ですから、独立行政法人を所管する行政機関においてはですね、まず、我が国の技術的優位性を確保する、維持をする、そして情報の流出を防ぐという観点から、不正競争防止法や、外為法といった既存の制度を、しっかりと活用するとともに、研究インテグリティの確保によって、情報保全の徹底を図っていくということを、本当に徹底していただきたいと思っております。で、私自身は現在国立研究開発法人全体を見ながら、これは科学技術政策担当大臣としての立場でもございますが、この情報管理の徹底について新しいひな型も作ってですね、その浸透を図っております。で、また独立行政法人によってちょっと罰金の額なんかは違うんですけれども、その設置法においてですね、守秘義務は定められており、退職した後もそうであり、そして職務上知り得た、情報をですね、漏らした場合に、1年以下の、懲役、というものも定められております。もっともっと独立行政法人、特に国立研究開発法人の場合は、外国人研究者の知見を活用することも、当然、研究活動として必要になってまいりますので、それらをすべて排除するということではなく、むしろ日本人であれ、外国人であれ、そこに入ってこられた職員の方々にですね、そのような設置法の趣旨、それから不正競争防止法の趣旨などを徹底して、啓発、教育をしていただくということも重要だと考えております。本庄聡君。今の優秀な外国人のお話は、今回のセキュリティクリアランス全体についても言えることで、私はちょっとトーンが昨日と違うんじゃないかなと思ってお聞きしましたが、その不正競争防止法や外為法に基づいて規制できるんだという議論をすれば、これセキュリティクリアランスの必要性問われてくるわけですよね。やっぱり今回の法律の肝は単なる罰則部分で規制をしていくんではなくて、入り口のセキュリティクリアランスを受けた人でしか触れないという入り口のところで規制をかけていくというところに、やっぱり重要なポイントがあるわけで、今回、研究開発法人なんかは、どれだけ重要な機微な情報を持っていても、この対象にはなってないということであります。実際にですね、2年前に成立した経済安全保障推進法、これを見ても、例えば、NEDO やジョグメック、あるいは GST、これは補助金の分配、あるいは指定基金の執行、こういうことを担うわけで、さまざまな法人や、あるいは物資の情報を有する可能性はあるというふうに思います。さらにもっと言えば、今大臣もご指摘あった、この宇宙、サイバー、AI、量子、海洋、バイオ、こういった分野を所管している国立研究開発法人、産総研だとか理科研だとか JAXA だとかありますが、ここはどれだけ先端な機微情報を持っていても、今回の対法案では一切規制がかけられないということになっているわけです。産総研では先般情報漏洩事件もありました。外為法やこの不正競争防止法だけで本当にカバーしていけるのかどうかは、ぜひ政府の中でもこれから検討を続けてもらいたいというふうに思います。私は決して規制強化ということを求めるわけではありません。ただ、情報漏洩を本当に防いでいくということであれば、私はこの行政機関だけに絞っているというのは、かなり狭いんではないかというふうに理解をしているところであります。最後残された時間で、今後の検討課題ということで、少しお伺いしたいと思います。これ、いろんなことが宿題になっている法案だと私、理解をしておりますが、大臣もですね、制度を運用するために必要となる関係政令、運用基準、実施体制、速やかに整備し、制度の実効的な運用を確保するという答弁もありました。そこで伺います、今後のスケジュールということで、これから仮に法案が成立すればですね、夏の概算要求、あるいは年末の予算編成、
そして来年の執行ということになっていって、まあ、1年以内ということですから、こういうことになるわけですが、まあ、その間にですね、政令を閣議決定する、運用基準を閣議決定する、そして特定秘密保護法の運用基準を見直すと、こういうことをやっていかなきゃいけないんですが、まあ、どういう順番、段取り、タイミングで、このプロセスを進めていくのか、ちょっとスケジュール感を最後に教えていただきたいと思います。高市大臣。あの本法案はですね、民間事業者との協議による重要安保情報の活用を目的としており、あの民間事業者の方々の予見可能性を確保して、まあ、法施行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただきましたら、あのもう政令運用基準の策定に直ちに着手をしてまいります。で、具体的なスケジュールについて現時点で明確に申し上げることはできないのですが、あの今ご指摘いただいた予算編成プロセスに留意する必要があるのは当然でございます。ですから早い段階から有識者のご意見を伺うというのも当然のことだと思っております。で、また適合事業者となることが想定される民間事業者や団体からのご意見も伺う必要があると考えております。まあ、これらを行いながら政府として方針を固めて、これに基づいて政令案、また運用基準を作成して、もう可能な限り早いタイミングで順次公表してまいります。はい、本庄聡君。はい、時間が来ましたので終わりますが、まあ、だからこそ民間事業者の皆さんに関わるからこそ、もう早めの、そして明確なスケジュールをぜひ示していただきたいと思います。以上です。